ビシャニワン、栄冠を決めに、高校野球全国大会。今日は元気にブロック大会2回戦。今日は元気にブロック大会2回戦ですね。はい、黒金さん、キャラさんいらっしゃい。和子監督。はい、涙さんいらっしゃい。和子つんです。ブロック予選、和子つです。はい、赤戸大門さん、鈴名さんいらっしゃい。和子つ。リリルさんいらっしゃい。よし、さあ開いた、さいまたしても埼玉最高大深谷高校です。さあ大宮東桐生第一、あー全員負けた、ビーボー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 世田谷学院。さあ神奈川は総武大社、勝った神奈川、勝った藤沢翔が勝った。おアランプロストさん、ヒロさんいらっしゃい。藤沢翔が勝ってる。まあ残念ながらあれ提供は負けました。倉掃除さん、バーストさんいらっしゃい。さあ好調なこの二人でいこう。埼玉最高大深谷高校対神奈川三橋農業の2回戦です。実況実況太郎、解説西岡一郎さんです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。30歳です。さあ丸岡バッテリー、丸岡兄弟バ兄弟バッテリーですね。はい、でしょう、農協議員さんでしょ。提供山田町が言い残して運ばれました。提供山田町、三ツ橋農業が再戦を望んでたんですけどね、決勝で敗れて以来の再戦ならず。さあ先行最高大深谷高校、早健さんいらっしゃい。ワン・ツー・スリー・フォー、いっそー・ファイト。さあ三ツ橋農業、今日もナタで行くんです、連投になります。そうですね、もうナタで組んで行くんでしょう。早健さんいらっしゃい。最高大最高大、レイボール1番沼田君、ドライドライアウト、三振、1個目の三振、ケー。2番センターは綿貫君、トライ、トライ、三振、連続三振。3番吉田君、あとサード弾いたが落ち着いている、落ち着いてましたね、風の綿貫君ね。さあ1回裏、三ツ橋農業の攻撃、ワン・ツー・スリー・フォー、いざーファイト、ドン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 。ミツバチ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 。じゃあミズキ君、ショギってピッチャーゴロ。ノーコンキッドさんいらっしゃい。2番徳川君、さあ3段ボー、ケンセキッドロー。さあ1番から3番まで左バッター並べてきました。風の谷君がショートフライ、4番焼肉君が右バッター、トライ、けんせんけんせんしろ。さあしかしこれは A かアウト、10番国際でしたランナー出ましたが A かアウトで無得点。 A かアウト、まあこれはしょうがないですね。森さんが1番さんいらっしゃい。4番丸岡君、ショートゴロ。ワン、チクノ君、左下の栄冠アウトですね。ドライ、栄冠アウトですね、やはりね。アウト、三振、栄冠アウトは平等ですからね。今日この旦那さんにしたい。あー、まあ、ね、普通通常のあれはですかね。アウト、三振、はい、三振、解説しますか。一塁ランナーが、ツーベースを打ったときは一塁ランナーは、どんなに早くついてもアウトになる、これが A カウントですね。はい、一塁にランナーがいるとき、ツーベースを打った場合はもうランナーがいくら早く、ホームに着いたとしてもアウトということで、5番昔野君ファーストフライでアウト、まあ、これは平等ですね、はい、どちらのチームも。6番ソレイマ君ファーストゴロ、7番早乙女君
さあ、乙女くんレフト前、牽制気をつけろ、牽制気をつけろ、危ない、危ないくんホームラン、先制ツーラン、三ツ星農業2対0。これはね、もうね、栄冠ならではのこの栄冠ルールですからね。さあ、ナタデ君、ピッチャーのナタデ君ヒット、ナタデ君もね、バッティングいいですからね。ケゼケズロー、ツーアウトランナー一塁。さあ、トラピオン、ツーウェイ、牽制気をつけろー。2番徳川君、牽制、ここはセカンド正面。3回もで危ない君のツーランホームランで三ツ星農業先制です。さあ、7番片貝君、ドライ打ち上げた、じゃフライ、あっと、ナダデ君落球、ちょっとね、これ先頭バッター、ドライ、さあ、さいたままどうしてくるか、最高台、8番木島君、キャッチフライ、アウト、ワンアウトランナー一塁。そしてバッテリー、丸岡君、兄弟バッテリーのキャッチャー、こちらがお兄ちゃんですかね、弟をねリードするみたいな感じですか。トライ、ショートゴロ、アウト、ダブルプレーはならず、まあ、絶好のダブルプレーコースでしたけどね。あ、双子でしょうね、おそらくね、同学年ですからね。あ、同学年でしたね。さあ、3回裏、水橋農業の攻撃。3番風の谷君、ドライ、昨日ホームラン打っています。風の谷のナウシカ、ツーベース、牽制気をつけろ、焼肉くんサードゴロ。5番昔野くん、昔の友は今も友、俺とお前と大五郎、大五郎くんのホームラン、ツーランホームラン2発で4対0。6番フレイマくん、バトロ、まあ、4点、取りましたね、ノルマの4点。応援席では大五郎のペットボトルを持った集団が大盛り上がり、いや大盛り上がりこれはね。早乙女君レフトエラー、レフ前、早乙女君2打数2安打、打ち直しにしましたね。さあ、先ほどホームランの危ない君、牽制気をつけろ、ドライ、ドライ、ここは三振。昔野くんのツーランホームラン、4対0、三ツ星農業4点のリード。ドライ、さあ4回目で2番の渡辺くん、アウト、三振、5個目の三振。3番吉田くん、トモさん、いらっしゃい、アウト、連続三振、6つ目、単球単身単単身。ピッチャーの丸岡くん、トライ、いつも手にとっては大五郎の連続単球単身単単身単身。いやいやいや、水高生は高校生ですから。さあ、ピッチャーの名立くんから、アウト、ファーストゴロ。じゃあ水吹くん、タイモンさん、今日は2回戦です。ブロック予選2回戦。アウト。2番、徳川君。おう。アウト。じゃあ、これでこの回は三者凡退。さあ、埼玉、最高大深谷高校、5回表の攻撃。おう。5番、菊野君。ビッグマンとショートゴロ、ワンアウト。ああ、水だからね、あれは水だからね。
6番神田くん、ドライアウト、探球単身単単身やってみな三振。7番片貝くん、おハウスファインプレイ、いや素晴らしいプレイでしたね。ファーストは誰でしたっけ、ファーストソレイマくんですね。ソレイマくん、さあ風の谷のナウシカ、焼肉くんここは打ち上げた、アウト、いやいや先じゃないよ、ギロ先は持ち込まないよ、先ほどホームランの昔野くん決定決定、まあ、ごめん昔野くん、アウト、ダブルプレーはならず、度数変えないから、ショートゴロ、ランナー出ましたが無得点、まあしかしね、4点差あるとはいえ取れるときはもうどんどん取ってね、突き放したいところですね。8番辻島くんから、あっとこういうことがありますからね、はい、レフトは早乙女くんだったかな、ドライ、いや違う、早乙女くん、ライトですね、焼肉くんですね、三振、9つ目の三振、1番沼田くん、ドライ、さあところダブルプレイ、ランナー出ましたがダブルプレイ、まあああいうね拾ったあものあね、ランナーは大切にしたかったですけどもね。さあ今日2安打早乙女くん、さあ猛打賞だ、牽制球ところ、今日ホームランの危ない君、打ち上げた、アウト、ユーマンピッチャーナダデ君、牽制球ところセカンドゴロの間にランナー二塁へ、まあ起こるバッティングができましたね。じゃあ水吹君が打ち上げた、アウト、ジャッジファールフライ、さあ7回目で最高大深谷高校4点を追いかけます。2番の綿貫くん、ちょっとノースリー、ドライ、ドライ、アウト、三振、2桁奪三振、ドライ、3番吉田君サードゴロ、アウト、4番丸岡君、ドライ、おう、ドライ、おう、三振、11個目、2番徳川君から、あ、ドライ、おお、ツーツー、ここが三振、まあ、丸岡君もツーランに初は打たれましたけどもね、まだ三振をね取る力強いピッチングしてますね。あと風の谷君サードフライ、4番焼肉君、焼肉パーティー、手抜けてろ、おう、ドライあらかじめ予想されてるっていうことですかね。アウト、ここは A カウント、審判には分かるんでしょうね、もうミスするなっていうのはね。ドライ、さあ8回目で5番のチクト君から、ドライ、打ち上げた、キャッチフライ、あっと、うん、ちょっとミスがね、球数が増えますからね、こういうミスがあるとね。6番神田くん、あっと、
レフト前でノーアウト一塁二塁タイム。軽く行け。ドライ。一塁で。セカンドゴロ。アウト。アウト。ダブルプレイ。4-5-3のダブルプレー、いや珍しい、これはね、栄冠でしか見ることができない4-5-3ですね。いいですね。セカンドゴロ、後半乗り切った。ノーアウト一塁二塁でしたが乗り切りました、ナタデ君。153も見れるのはここだけ。ダロクワン、トリーマ君、西郷さん、4-5-3。さあ、トレイマ君、スターダースボーイ、トレイマ君のホームラン。いや、この5点目は大きいですね。バックスクリーンへのホームランで5対0。ここで丸岡君、ピッチャー交代です。まあ、丸岡君ね、力でピッチング続けてきましたけど、ホームラン3発にね、泣きましたね。甘い球を逃してくれませんでしたね。失投は逃さないね、ミツバチ農業の。7番、沢富君、ファーストゴロ。8番、危ない君。セカンド、セカンドライナー、タイム。代打、RX3。さあ、代打、倉掃除君です。サード、バルフライ。ピッチャー2個、ニコニ。さあ、2年生のニコニ君、リリーフでは初登板、地方予選では先発でした。ワン、ツー、スリー、フォー、ミスノーファイト。9番キャッチャー丸岡君から、ドライ、セカンドゴロ、アウト。1番沼田君、ノーヒット。ドライ、ドライ、フォー、ファーストゴロ、アウト。2番綿貫君、打ち上げた。アウト。キャッチャーフライ。ミツバチ農業5対0。ゲームセット。パチパチパチ。どうもありがとう。どうもありがとう。パチパチ9。夏場は晴れそう。パチパチパチ。ニコニコ。今回回はリリーフになったのか。5対0。まあね、あのツーラン2発が、よかったですね。先制して、まあ、最後ね、欲しい時にもう一発ね、出たんで。まあ、今日ランマンも出しよう。ね、ツーラン、の危ないと、昔ね、がピッチャー。パチパチパチを。どうもありがとう。さあ、相手は、釘崎谷。釘崎谷はどこでしたっけ？釘崎谷とは当たったことが、ブロック大会、釘崎は茨城ですね。茨城、最近の選手はキラキラネームで読めないよ茨城くんですね。あ、茨城くんじゃない、茨城で1回当たったことがありますね。大体茨城ザ。あっと、ここは神奈川対戦ですね。いやー、ここはね、残念ながらここは神奈川同士の対決ということで、まあブロックで、ここはしょうがないですね。か、じゃあ準々決勝なんで、勝てば、選抜大会出場決定。いやいや、普通の名前でもいますよ、いっぱいね。普通の名前も確かいますね、普通にね。はい、
昔のはギリギリ読めそう。昔の句とかね。まあまあ昨年度の8期生だと前田ね、前田大然、これも普通でじゃないですか、前田さんね、前田くん。この9期生だとまあ徳川三男坊とか普通じゃないですかね。はい、神奈川が2校行けるのか行けないのか。まあね、三ツ橋といえばこの藤沢賞がね、遊ぶ大したには悪いですけど、藤沢賞にリベンジしたいでしょうね。さあ、残りはこのメンバーです。明日は準々決勝、勝てば選抜予選、選抜予選じゃない、選抜出場決定です。甲子園出場決定、そうですね、楽しみです。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。10期生だと誰ですか、手越優也、一番普通じゃないですか。手越くんは普通じゃないですかね。1期生だと谷口隆雄、朝倉美希あたりはね、はい、普通の名前ですかね。あと2期生は筒香ね、筒香義人は普通ですね、まさに筒香、中村仁志普通で、吉田裕次郎というのもいますね、吉田裕次郎も普通ですね、羽賀健二がいますね、羽賀健二も普通ですね。結構2期生普通の名前がですね。あ、ミクルですか、ミクルでしたか。3期生だと3期生は橋本泰造、それから ちょっと3期生は普通の普通がいないね。まあ3期生はまあ山田養蜂場は養蜂場って名前つける、山田養蜂場はちょっと養蜂名前がちょっとおかしいからね、読めるけど会社名ですね。うん、ちょっと3期生残念ながらちょっとね、橋本くんだけですかね、橋本貴則くんぐらいですかね、貴則はちょっと難しいんですけど、まあ3期生橋本くんだけですかね。ちょうどセクハラ事件あったことだったはず。4期生はかまど炭治郎は、あ、まあまあね、普通ですかね。あ、中島あぐりね、中島あぐりが普通じゃないですか。中島あぐり、谷垣源次郎もですね。4期生は3人、あ、大下雄二もね、大下雄二も普通ですから、4人、3分の1は普通ですよ。4期生は普通が多め、普通に。5期生は昔は読める名前多かったですが、どんどんカオスになってきてますね。5期生はで調べると不足性ありそうですが、ちゃん君はハーフだとしたら普通。5期生は矢上伊織ぐらいですかね。竹本くんも名前がピアノだからね。おさ、ランマモダシュだね。はい、竹本くんいるけど名前がちょっとね、ミリュージョンはちょっとジョンって名前が普通いないからね。いやいや、宇野九一くん、まあ、宇野九一くんはまあギリ普通ですかね。九一ってなんかいそうだからね、野球をさせたい親御さんがいたら、よし、息子に九一ってつけるかみたいなね。宇野九一はあると思います。はい、早乙女くん女の子になってますよ。ジョンはハーフっぽい。ジョンはあ、ビリュージョンはちょっとね、ヘディングさせたいんですか。ヘディングはしなかったね。6期生は、よし。名字は普通ですけどね、名前はちょっとね。はい、昔の、ナイス、ひらほら。よし。よし。
はい、危ない、ナイス。ナイス、ほら。サオトメくん、水をかぶると目の毒になるぐらいバインバインですよ。バインバイン。男でいいよ、男で。おぼかた棒。うん、普通だな。おぼかたブレスオブワイルドはちょっと一番ちょっと読めないでしょうね一番読めないちょっとなえなどでナイスチンよし私の子で読みやすいのは便器男だけだな。ああ、男を待って読むのに気がつかないと、便器男で読まれちゃいますね。便器、男を待ってますっていうのはね、ちょっとね、プリプリマンとか読めないしね。はい、ご視聴ありがとうございました。新春自慢、ええ顔君に高校野球全国大会は毎日やってます。読めない。久しぶりに見ると読めない感じが。出てくるかもしれない。はい、おでした。はい、おでした。お疲れ様でした。おつです。おつでした。はい、おでした。おつ。はい、おつです。おつです。